道警によりますと、昨日正午過ぎ、泊原発で警備をしていた道警本部警備部機動隊の20代の男性巡査長が、停車中の警察車両内で拳銃を取り出した際、誤って実弾1発を発射しました。銃弾は車の中で見つかり、けが人はいませんでした。巡査長は銃器の状況を確認中、誤って発射したと話しているということです。道警は銃刀法違反の疑いも視野に調べるとともに、事実関係を確認の上、再発防止に向けた指導教育を徹底しますとコメントしています。